ごきげんよう、リオロスです。それでは本日もペルソナ4ザゴールデンやっていきましょう。はい。いや、久々にちょっと、コウ君との一条、コミもやっていこうかなと思う。この子たちともね、まあ会えなくなるわけですから、やっていきましょう。ウストがこれから部活だろ。より、そろそろ仲が深まりそうだ。行きましょう行きましょう。てか前回どこまで話進んでるかも覚えてない。バスケ部で過ごすぜ。今日も張り切っていこうぜ。嬉しそうだね。教室から出たらいつも真っ先にいるんだけどね、いつもスルーし続けてきたよ。すまんな。部活を行った。今季あっ、海老原さんじゃない、エビ原さんだっけ。なんだ、他のやつらもう帰ったのか。だからバスケ部はまあいい、喜べ。マネージャーが入部したぞ。やっとやっとここに来て新たなコミュ来る。今まで交代で持ち回りだった仕事から解放されるんだ。俺に感謝しろ。じゃあ自己紹介だ。海老原愛。ああ、やっぱり来たー。じゃああとは任せたぞ。先生は先に帰る。来たよ。言っとくけど私やる気ないからスタートからこれ汗臭いあんたらの世話なんか死んでもいや。なぜ入った。一条目当てなんだっけ。一応だったらなんで。出席日数足りないからマネージャーすれば進級できるの。あ、最初はそういう理由だったんだ。ほう。基本来ないから私にいろいろ頼んだりしないでよ。それじゃねそれじゃね。すごいこの 3D モデルだとなんか縦ロールすごいな。まあ海老原の顔が見えた時点でないなと思ったけどさ。よしよし、飯食って帰ろうぜ。なんだっけ、幼なじみだっけ、同じ中学とかだっけ。もうアニメ見たのもだいぶ昔だからなしかも途中クマが出るぐらいまでしかまだ見てないしな。この間ここ来れなかったからさ、もう夢に見たっつうの。夢に見るほど肉が好きか。どうだった。夢ないよって違うか、うちのこと。なんつうかまあ複雑。ああそっか、年末年始で実家に帰ったのか。一条笑っている。生徒が永瀬からうちのこと聞いたって。すげえんだよ、うちこう見えて。政略結婚とかありありだからねすげえな今でもあるんだな、そういうの。政略結婚。はあ。この間社交場で挨拶回り、この俺がだぜ見てみたいありえない。意外にわかる、意外にわかる。どうだろう、選択肢下手な僕からすれば意外にわかるんじゃないですか。意外にわかるぞあ、俺の上流階級の空気感じた。上がった一条は軽口を叩いている。だから俺がこんなとこで食ってこんなしゃべりしてんのって家の人には内緒。こういう食堂で食べるのダメなんだ。はあ。家じゃ勉強か茶道か習い事、真面目で出来のいいコウ様ですからね。コウ様すげえ。コウ様だってそう呼ばれてるもんよ。本当に呼ばれてんだ。はあ。まあ苦労もあるけど食わせてもらってるし小遣いももらってるしさ。ああそこはメリットだ。給料分は働かない。実家が仕事扱いだ。給料分は働かないとな。なるほど、そういう言い方はねえだろう。大変だな一条。けどそれももう終わりかも。うちって休憩だから代々継がなきゃいけないわけで、今の当主って父親だけどさ、子供いなくて一条家が潰れたら困るから個人から俺を引き取る。ああそうなんだっけ、そんな話なんだよ。個人なんつうかまあ生まれたんだよね、女の子。ああなるほど、微妙な立場になったな皇様一応俺の妹になるわけだけど、幸子っつってもうすぐ2歳。すげえかわいいの。ああ一条の話し方明るい。よかったな。元気出せ。ああここで裏をついて元気出せか。沈黙は金か元気出せ。何よ、元気だってな。あ、でも上がった。おお、ちょっと寂しいところあんのかな。どうなんだろう。よかったよ、これで。家を継ぐなんてめんどくせえし、ちゃんと血がつながった子が継ぐべきだろ。で、女の子だからな、どうなんだろう。なんか変な空気、ほら食おうってな。おだな。もうこれが男の子が生まれてたんだったら、もう完全にね、もうこの立場はうんなんていうか危うかったけど、女の子だとどうなるんだろうな。それはそれで明るく話された打ち明け話に2人からの信頼を感じる。まあそうだな、これは信頼がないと話せる内容じゃないもんな。うん、こうはもうランク4にしてだいぶなんか物語の核心に来てるね。うん、へえ、こんな話よりさ、俺のスーパーシュートの話でもしようか。あ、それは結構ですそれは別にいいですお家の話聞きたいです。妹かってなると、妹の旦那さんが継ぐ感じになるよな。うん、それもそれでどうなのって思うけど。ああ、ぎゅうぎゅう寝たあ、でも家庭教師ありますね。そりゃ家庭教師行かなきゃな。うん、料理の選択肢も地味に胃にくるんだよな一般常識問われるから。うん、おでんの時は恥をかいたな。さあ行くか。じゃあシューでももうあ、まだまだだよね。そうだよね。うん、そろそろ選択肢ガチで当てていかないと一回損するよな。こうやってこれもったいないんだよね。残り日数多分ないだろうし、選択肢本当に当てに行きたいんだけど、考えれば考えるほどなぜか外れる。どうしてなんだろうな。さあ誰がちえ、おお、リセか先輩。はい、今日放課後空いてたらちょっと付き合ってほしいんだけど、とにかく後で待ってるから。リセは何か話したいようだ。でもちょっと知恵に会えてないんだよな。あれ、リセしか来ないな。じゃあリセ行くか。誘われたなら思い出作りしようか。うん、この寂しげな音楽よな。うん、この動画も130話まで来る超長編になっちゃってるけど、それでもなんか終わりが近づいてるってのを感じると寂しいもんですな。うん、じゃあ行くか。消火栓眺めてるアイドルいるね。行くか。さあ先輩、この前またあの子から手紙が来て、ファンだったって子。どうした？先輩、私ね、聞いてほしいことがあるの。あ、これは行こう。もうそこまで前振りされると気になるわ。伊勢は嬉しそうだ。あの卑弥呼さん、あ、もう卑弥呼さんじゃないんだっけ。さらに変わるんだろう、高台。今日大丈夫だった用なかった。そうか、フルボイスか。ここはリセは神妙な顔をしている。前に話したよね。私に一番のファンがいること。いつも手紙くれてた、いじめられてた女の子。なんかあったのか。どうした？その子がね、あっ、ファンやめる。おっ、これは痛い。タイミング悪い。もうすぐ復活しようってところで友達ができたんだって。ああ、そういうこと。その友達が他の子のファンらしくて、そんな無理に合わせる必要はなくない？リセチファンなら友達やめるって言われたみたい。なんでどうして？それは友達なのか。友達だったら別に友達が何を追っかけてても別によくないか。やめる必要はなくないか。だから本当はずっと応援してるけど、もう手紙とかは出さないって。いや、それ友達じゃなくないか。元気出せ、ファンならここにいる。ファンならここにいるぞ。先輩のことってそんな話じゃないと思うんだよな先輩はやっぱり優しいでしょ。でも上がったリセは目を潤ませてる。そうだよな。どっちかっていうとそのアイドル復活の一つの心の支えでもあったもんな、その子。しかもなんか間違ってるもん、その子絶対。人と人の関係って彼女と私、それだけなら相思相愛言ってもいいじゃない。うんうんうん。彼女の顔は知らないけど綺麗な心は知ってる。頑張り屋さんなところも。でもな、でももう一人人が入ると急にこんがらがって、4人5人ってなるともう大混乱だよね。他人の好みに要はケチつけてくる子だろう。どうなの、どうなんだ。誰のせいでもない、悪意があるわけじゃない。なのに傷つけ合って悩んで迷い出す。たまに疲れちゃう。疲れちゃった。リセはぼんやりと遠くを見ている。でも、だからこそ頑張ろうって思うんだ。だって私はアイドルだから。まだだけどな。偉いぞ。あまり器用な。ここはもう盛り上げていこう。偉いぞ。You are No.1。ありがとう。よし、上がった。あれやっぱなんかあんまり考えないで行った方がいい。上がるな。直球で行った方が上がるな。ショーケースの中のお人形。でもアイドルって偶像って書くんだぜ。自分の旗を支えて立つ人のことだと思う。あの子からの手紙がもう届かなくても、私が画面に出てればきっと見てくれる。なんか隠れキリシタンみたいになってるけど。友達には見つからないように、伊勢地応援するみたいな。私は彼女の力になれる。たくさんの人の力になれるんだ。うまくいかないことがいっぱいあっても、悩んでもうここまで来ると、迷ってもランク10まで来るとみんな悩んでも、もう自分の力で解決まで一気にいっちゃうな。私が大事な人たちの笑顔を守んなきゃ。みんな強くなったな。それが先輩たちと出会って私が得た決意だよ。やるね、晴れやかに笑っている。もう僕聞いてるだけで終わっちゃったもん。聞いてるだけで完結しちゃったよこの子。過酷な一年を通じて成長を遂げた心がさらなる力となる。この人一回も出てくる前に、何これ、天体望遠鏡。しかも腕が増えた。望遠鏡を覗き込んだ。なんかすごい星回ってるし。すごいよ。理性のペルソナがさらに新たな力、姿に生まれ変わった。完全音が公然音に転生した。もう訳がわからないよ。なんだこれ。フルアナライズ。パップした。よかった。敵の所持スキルに加え過去に攻撃してない属性もアナライズで分かるようになった。そんなんチートやん、チーターやん。しかもドレス長、すごいな。いろいろ突っ込みどころあるな。分かるよ。私の中に今までなかった力が。やばいなあれは。大事な人たちが大事なことを教えてくれるね。理性のペルソナだけ成長の仕方がなんかえぐい。えぐすぎる。先輩、私ね、胸がはち切れそう。これからにワクワクしすぎてる。すげえな。一番のファンだった子が隠れキリシタンになってもワクワクしてるぞこの子。辛いこと、すげえ。寂しいことも。逆境を力に変える力、すげえ。踏み出す力に変えていけるって思ったら。私無敵だわこれ。まだ始まったばかりなんだよ。それにね、先輩もみんなもこれから変わっていくんだよ。そうでしょうけど、あなたの成長の速度はちょっと尋常じゃない。テレビからいつでも私の笑顔を届けるから。先輩も笑顔でいて。はい、わかりました。先輩には私たちみんながいるよ。やばいな、みんなの成長具合がすごすぎて置いてかれてる感すぐるわ。なんか離れちゃっても寂しくてもきっと大丈夫。ほら大丈夫とか言われちゃってもこっち寂しくて仕方ないのに正直離れんの嫌なのに。リセットのカールの強い絆を感じる。やべえ。暗くなるまでリセといろいろなことを語って過ごした。もうほら送る必要もないですもん送らなくていいですもん。おう、おかえり。ただいま。今日はないな、仕方ないな。あ、っていうかどうなったの学校楽しいよ。あとね、休んで多分の勉強先生が教えてくれるって、それはいいけど君のあの授業参観はいいのか、どうなったのか。えどうだった。すごいなんかいつもと同じ景色だけどなんかここに溝を感じるんだが気のせいか。まあいい、寝よう。うん、寝ようじゃない、プラモ作るぞ。ちょうどリセと話してきたことだし、リセのバイク作るぞ。プラモ作ります。いや、こんなにプラモ作りを後半にやりまくるプレイヤーいないだろうな。もっと他のことしてただろうな、うん、プラモデルが完成したぜまあ人それぞれにプレイスタイルがあるからなこのゲーム、うん、さあいい加減知恵がいないんだよないつもここにいたのに、知恵ここか屋上にいたんだけど、どっか行った。転校し、あ、いた、やっといた、見つけた。もう知恵さん、あなた結構ていうか相棒陽介の次に仲間になったキャラだったんださ順番で行きたかったのに全然いないんだもんこの人。今日暇かな、特訓付き合ってほしいんだ。まあ特訓っていうより単に体を動かしたいっていうかさ、もうじっとしてられないっていう気持ちだな。君がまだいるうちに一緒にいろいろしときたいっていうか、何か話したいようだ。じゃあ行こう、うん、行こう。嬉しそうだ。相変わらずのステップ。土手、みんな土手土手か高台で一皮むけていく。今日も切れてます隊長。おや、体動かすんだとその格好はちょっと熱いかもしんないな、うん、やっぱ私にはこっちのが合ってんのかな。まあそうだな、うん、君のイメージはもう肉と蹴りしかないから肉と蹴り、あとガム。慣れないことして肩凝ってたんだよね。肩凝る、慣れないこと。マッサージするかいや、いい、結構この間ユキコに揉んでもらったら、ああまあそりゃそうだろうな、うん、知恵を焦っている。実は笑わない、はい、勉強とか。ああまあいいんじゃないですか進路とかあるお年頃ですからね、うん、何があった。無理やよせ冗談よせ無理やよせ。無理じゃないよ、まだ大丈夫。まだか違う、唇とらせている。まあ、今回は当てようとして言ってないからまあいいや楽しいって思ったんだ。おお、ちょっとだけ。マジか。足立さんの事件でね、思った。この人が特殊なんだろうか。なんかすごいベクトルで成長してんなこの子。私も一歩違えばすごいな。私だったんじゃないかな。はあ、きっとみんなも。どんな小さなことなんだ私は無関係な立場なんかじゃないってすごいな、怖くなった。それでね、うん、世界史の授業の時にふっと思ったんだ。すごいなこの子。この歴史が全部私に繋がってるんだって。発想の広がり方がすごいな。そこに生きてた人と事件と文化と、そういうのが今に繋がってて私に繋がってる。おー、どこか知らない外国の昔のことじゃなくて、すげえそこで笑って泣いて死んでったたくさんの人たちがいるんだって思った。数学もね、物理も意味わかんなかったけど、私の周りのことをもっと知らせてくれるものなんだよねなんかみんなの成長具合がやばいな。まあでも知恵は確かに発想はすごかったんだよね、うん、今までなんとなく行き詰まった時の知恵の何気ない一言で直人さんがそういえばってなってたからそうなんだよね、うん、ち何気ないその視野っていうか視点がすごいんだよね、うん、視野広いんだよな。やっぱ意味わかんなくて投げ出して、でもまた戻っての繰り返し。やっぱ不甲斐ないよね。いや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 、その一歩踏み出そうというそのあなたの思いすごいよ、うん、不甲斐ないね。それは言えない。一緒にやろうか。いやもう一緒にやろうか。いやこの子は一人で、うん、歩み出してるからな、うん、そのことないでいいぞ、うん。ありがとう。すごいすごい。私さ、この1年で考え方変わったこといろいろあるけど、うん、一番はこの街が好きになった。ああ、なんか陽介も言ってたね、そんなこと。別に嫌いじゃなかったけど、うん、特別じゃなかった。でもここはみんながいる。ユキコも花村も、あ、花村入ってる、陽介入ってる、仲間も家族も、うん、信じられる人がいたから、私はあの事件を乗り越えられたんだ。またわけわかんないことが出てきたって、うん、私はみんながいれば大丈夫。みんなを信じて、自分を信じればいつだって道は見える。そう思うよ。やばい。本当置いてかれてる。ここに来て進化が加速している。あ、こんなんだったっけ、それは。武将っぽかったのが、あ、なんか和風だったのが洋風になった。知恵のペルソナがさらに新たな姿に生まれ変わった。鈴鹿権現が原江戸の神へと。もう名前ちょっと何。西洋の騎士が混ざってる。少しドラゴンハッスル、何それ。ドラゴンハッスル、味方全体の攻撃力、防御力と命中回避が全部上がる。ちょっとどうしよう。レボリューション、クリティカル率は上がんないんだ。あー、うわー、困るな、すごい困るな。すごい困るな。チャージしてる暇ないもんな。チャージいっか、うん、毎ターン動きたいし、チャージでいいよ、うん、結局2倍系が役に立ったことあんまりない、うん、その都度殴った方がいい。私の力、うん、これでもっと守れるのかな。大好きな大事な人たちのこと。ここでこんなにみんなパワーアップするってことは本当にラスボスやばいってことなのかな、これ。君が遠く行っても、私たちみんな君のこと守りたいって思うよ。やったぜ。みんなの大好きな君だもん。みんなの大好き。知恵との変わらぬ強い絆を感じる。やったぜ。語って過ごした。でも食っていかない。もう強いから。知恵も強いから。おっと、夕食を済ませた後、7個勉強を始めた。聞いてみると、学校を休んでいた間の遅れを取り戻すためらしい。偉いって。偉すぎる。平日は学校で特別授業を受けているが、土日も家で勉強することにしたようだ。東京率使いながら取り組んでいる。今日から土日の夜は7個の勉強を見てあげよう。今日からってことはまだまだ続く。このゲーム春まで続くか。このゲーム見てあげる、見てあげない。見てあげないを選ぶ人いるのか。ここで見てあげんだろう、当然。うん、ありがとうお兄ちゃん。今日は国語先生にプリントもらったんだよ。漢字使って文章を作るんだって。でもお兄ちゃんな、社会はダメなんだ。すまんな。ただいま。おかえり。おかえりなさい。どうしても仕事から帰ってきた。うんうん、家でも勉強とはな。あまり無理はするなよ。治ったとしてもまだ病み上がり、まだ病人扱いしてる。もう元気だろ。7個もう平気だよ。それに勉強楽しいもん。偉い。たく誰に似たんだか。よし、じゃあ俺も見てやるとしよう。ビオロばかり目をどうかけるわけにもいかんからな。できんのか、おじさん。やった。お父さんもいてくれんの。やった。どれ、木と森を使って文章を作るか、うん、そうだな。木は森の中に隠せっていうのはどうだ。え、それ木だっけ？葉じゃなかったっけ？あれ？うん。あ、つまりだな。重要な証拠をあえて公の場に置くことで逆に人目につきにくくなるって心理が刑事っぽくなってる。なるほど。捜査の鉄板だ。物騒な例えだ。捜査の、うん、まあ捜査の鉄板でいいかな。あ、物騒だな。そうだな。あ、いや、そうだな。今の忘れてくれ。詰まったらヒントを出してやり、堂島と一緒に7個の勉強を見てあげた。二人との仲が深まった気がした。ああ、ここでも上がるんだ。助かるな、それは。って言っても堂島さん終わってるけどな。はあ。あ、夜自由に動けないのね。ああそういうことですね。今日学校休みだ。何をしようか。誰にも呼ばれなくなっちゃった。ああ、通販ね。まあ、とりあえず今日はこの辺で。あの前にバイク飾るか。まとめて変更するでいいのかな。バイク類。あ、こうなるんだ。あ、すごいすごい。勝手になった。いいね、いいね、いいね。はあ、もうリセのバイク。601、室井。ナンバーになんか意味あるのかな。まあ、わかんないけど。はいはい。あと、1個。やっぱり漢字の、ここに緑が来たら、漢字の自転車と熊のローラースケートはないのか。残念だな。はい。というわけで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは、ごきげんよう。チャオ。いやー、みんなの成長がやばい。